ジュニア Z はイタリアの自動車メーカーアルファロメオが1969年から1975年まで生産した2座席スポーツカーである。Z はザガートの略。直線基調のウェッジシェイプに斬新な表面処理を施したボディスタイルはカロッツェリアザガートの作品でヒット作であったアルファロメオジュリア g t 系の スペシャルモデルとして1969年の鳥のモーターショーでデビューした。従来のザガート製アルファロメオと異なり、レース出場を目的としない純粋のロードカーとして設計されたため、車体はスチール製で車両重量は 970kg と決して軽くなかった。1972年には、小変更と同時にエンジンを 1570cc に、 拡大し1612ヤゼットに発展した。1975年までに1300が1108台、1600が402台作られた。その後ザガートデザインのアルファロメオは1989年のアルファロメオ精霊誌登場まで出現しなかった。日本へは、新車当時には、当時のディーラー、伊藤中央オートがサンプル的に少数輸入しただけであったが、今日では、 比較的扱いやすい、ヒストリック、スポーツカーとして人気が高く、相当数が中古車として並行輸入されている。ありがとうございます。